ノンガウセは、コサ人の女性である。1806年から1870年まで、現在の南アフリカ共和国崎ケープ州で、行われた牛殺し運動の主導者として知られている。1856年4月、当時10代の少女であったノンガウセは、友人のノンバンダと共に、ジェラ川の川口近くにある池に水を汲みに行った。ノンガウセは水汲みから戻った後、 彼女の保護者であり、呪術師でもあったおじのマラコザに、自分が三人の先祖の精霊と出会った、という話をした。また、マラコザは千年王国運動の影響を強く受けており、彼女の体験にも、そのことが影響していたと考えられている。精霊は彼女に、すべての古参人は、自らの作物を焼き払い、畜牛を殺さなければならないと語った。畜牛は、 コサジンにとって食料であると同時に交換材でもあった。精霊はその見返りとしてイギリス人の入植者を海に吐き捨てることを約束した。また、その暁にはコサジンの穀物層は再び満たされ、家畜囲いにも血色の良い畜牛が満ち溢れることが約束された。当時、コサジンの家畜のうち多くがヨーロッパ人入植者がもたらしたと考えられている。 牛排液に苛まされ、彼女が信託を受けた1856年までにも多くの畜牛が死亡していた。コサ人はこの畜牛の大量死の原因は、ユモシー、すなわち呪術であると考えていた。コサ人の伝統的織物によって表現された畜牛マラコザは、ノンガウセの信託をそのまま最高部族長であったサリーリー・カヒンツェに伝えた。サリーリーが、 自らの支配下にある勢力に牛殺しを実行するように命じたことから、この運動はもはや止められないほどに大きいものとなった。牛殺し運動は、サリリーの氏族であるジーシャリカのみにとどまらず、コサ人の居住地域全体に広がり、殺された畜牛の数は、ジーシャリカの統治する地域だけでも30万頭から40万頭になると見積もられている。ノンガウセは、 祖先の精霊がやってくる日時を1857年2月18日であり、この日には先祖の到来の印として、地のように赤い太陽が昇ると予言した。しかし予言は実現されず、その日昇った太陽の色は、昨日のそれと何も変わらないものであった。はじめのうち、ノンガウセの予言を信じていた者は、予言を信じなかった者を責めたが、次第に彼らも、 彼女の予言そのものを疑い始めた。この事件によって起こった飢饉によって2万人以上が餓死し、生き残った者も難民としてグレート・ケイ川を越えた先にあるケープ植民地に流れ込んだ。この結果、イギリス領カフラリアの人口は10万5千人から2万7千人にまで落ち込んだ。植民地政府はこの一件による コサ人社会の弱体化に乗じて1866年にはカフラリアをケープ植民地に編入した。このようにしてグレート・ケーガワイ勢のコサ人社会は完全にケープ植民地に組み込まれることになった。ノンガウセはイギリス当局に逮捕され、ロベンジ前の流刑が課された。彼女は釈放された後、 偽名を使ってケープ植民地東部のアレクサンドリア地区にある農場で生活していた。彼女は1898年に死亡した。ありがとうございます。